はイングランドシートンデラバル出身の元サッカー選手で元指導者、元イングランド代表。現役時代のポジションは MF、FW。アーセナルのユース出身で1968年にトップチームに昇格し、FW としてプレー6シーズンで212試合71ゴールを記録、1970から71シーズンの FA カップ。 フットボールリーグカップの2冠獲得に貢献した。1974から75シーズンよりリバプールに移籍、ここでは1975から76シーズン、途中から左サイドハーフとしてプレー7シーズン半を過ごしトータルで393試合73ゴールを記録、3度の UEFA チャンピオンズカップ、5度のリーグ優勝など数々のタイトル獲得に貢献した。 1975から76シーズンの UEFA カップ決勝クラブブルージュ戦のファーストレグでは先制ゴールを決めただけでなくジミーケースのゴールをアシストし同大会の優勝に大きく寄与した。また1980から81シーズン UEFA チャンピオンズカップ準決勝 FC バイエルンミュンヘン戦ホームアンフィールドでのファーストレグを0から0で引き分け バイエルンの圧倒的有利な状況の中、セカンドレグでアウェーゴールを決め、決勝進出に貢献。決勝のレアルマドリード戦でもアラン・ケネリの決勝ゴールをアシストする活躍で優勝に貢献した。1982から83シーズン途中にリバプールを退団、スウォンジーに移籍した。イングランド代表としては U-23 イングランド代表、A 代表でプレー。 A 代表では UEFA 欧州選手権1980では2試合でプレーしたが1981年に代表からの引退を表明した。ありがとうございます。